はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、楽天モバイルの話題になります。楽天ハンドの不平等ばらまきね、メールが来た人、来ない人で、楽天ミニを購入したことがある方ね、でその後に楽天モバイルから単品で端末を買っていない方なんだけども、買ってる方も来るんだよってことでね、楽天一体もうしちゃかみちゃかなのかなっていうね、ずさんな感じなんだけど、で自分条件当てはまってそうだけどっていうね。でそんな方でもメールが来た方、来ない方いらっしゃいます。でメールの条件、もしかしたらこれじゃねっていうのをね、ちょっとはって思ったことがあるので、まあ、この可能性はねゼロではないとは思うんだよね。これです、ズバリドン。はい、これね、メール通知設定、これね、楽天モバイルので、アンケートなどを受け取る括弧楽天モバイルニュースと配信設定は別途必要ですということで、楽天モバイルニュースっていうのは別の設定があるんだね、これがね。あと楽天ニュースとかね、モバイルではない楽天の方とか、まあいろいろあるよね。でおじいの場合はこのメール通知設定をこれねオフになってます、これね。あで契約してる時の契約の内容は来るんだけれども、それ以外のものは来ないようになってますね。なんでこの設定だったからなのかなっていうね。で、まあ、お知らせ目ってね、設定を配信したり再開したりとかね、まあ、やり方は簡単なんだけど、でこれがね、楽天モバイルニュースとかね、楽天メルマガとかそういったのもメルマガ登録する、解除するってね。だこのメルマガはまた違うと思うんだけどね。でももしかして、もしかしたらもしかするんじゃないかっていうね。でいろんなことがあるじゃん、いろんな条件、こういうプレゼント企画とかね、そういうのっていうのも、このメール、こういったものの情報を受け取るってなってる人が条件じゃん。で例えば最近で言ったらキャッシュね、キャッシュもメルマガ受信設定になってる方がもらえるわけじゃん、300円のね、例のばらまきのやつね。なので、その設定になっていない人は来ないってのがあったじゃん。でああいうのを考えてみると、もしやと思ったんだよ。でこれ昨日だから、キャッシュの方でね、またなんかキャンペーンのあれ来てたんだよな、なんだか確かなんだか買うとどのコーナーして、またバッグってちょっと前にやったようなね、でお知らせが来てたんで、うーんと思って、あってなったんだよ、あと思って、それがあればってね。で前楽天モバイル見に行ったらオフになってたから、あキャッシュとかだったらここオンになってないと来ないよな、フラグ立ってないよなと思って、まあ、そういうのが可能性がゼロではないんじゃないかなっていうね。でそこで皆さんに聞きたいのが、メールの通知が来た方は ここのところね、オンになっていましたか、それともGみたいにオフになっていましたかね。ここだよ、ここだよ、ね、次に知りたいのはね、皆さんのこのお知らせ設定、メール設定ね、ね、アンケートなどを受け取るっていうね、こんなところ、ぜひごろこういうのをね、オンにしてご協力してくれてる方を優先に言っていても、不思議ではないね、企業側からしてみたらね。はい、そんなわけでね、まあ、今回は短い動画なんだけどもね、どうでしょう、いろんな方向からね、もう他にあれじゃねえこれじゃねえってあんまりないと思うんだけど、最後の最後にこれが思いつきましたね。これ見たら皆さんもね、他にこれじゃねえあれじゃねえってのがあったらね、どんどんお寄せしてください。はい、そんなわけでね、今回はこの辺で解散。寒いんだよ